中央指導タソムは、カンボジアのアンコール遺跡にある、小寺院で、12世紀末、ジャヤーバルマン7世により構築されたものである。寺院は、アンコールトムの北東、ニャックポーアンのすぐ東に位置する。王ジャヤーバルマン7世は、1150年から1160年に、かけて、クメール王朝の王であった父ダーラニンドラバルマン2世に、この仏教寺院を捧げた。 寺院は一層上にあり、ラテライトの周壁に囲まれた一基の指導により構成される。近隣のプリアカーンや他、プロームと同様、寺院は大部分が修復されないままになっており、多くの樹木やその他の植物が遺跡の中で成長している。1998年、ワールドモニュメント財団は修復プログラムにこの寺院を追加し、訪問者に対して、 寺院をより安全にするため構造物の安定化に向けた作業を開始した。東寄り入場するように設計されていたタソムは、一つの堀及び東西200メートル、南北240メートルのラテライトの周壁によって、囲まれ入場口となる2体の東門は損壊している。東門は十字型であり、それぞれの面には、レンゴの入ったレンゴ窓のついた小部屋がある。 東門の主となる構造物には、バイオン様式の四つの人面が彫られている。東東門の外側は、インドボダイジュに覆われており、それは東門を形作るブロックを伝って地面へと伸びている。寺院の内側の区域は、中央の十字型の指導と四角形に囲まれた角、側面には張り出した入り口がある。二棟の小さな胸像が、東側の入り口通路の両側にある。 アンコール遺跡公園の寺院軍を管理するアプサラ機構によると1950年代までにたソムにおいてわずかな修復作業がなされていたこの時崩壊しつつあった構造物が一部支柱で支えられた WMF 型ソムをその財団のプロジェクトに加えると WMF のチームは記録を開始し遺跡を読み取り崩れかかった 構造物の緊急安定化を行い、遺跡周辺の訪問者の移動における向上を図った。2007年に WMF 及びアプサラ機構は整備をするとともに、寺院が4面すべての側から出入り可能であったという証拠資料の作成を進めた。多くの砂岩ブロックが修復され、そしてこの北東門の北側中央のフロントンの復元が認められた。ありがとうございます。